ホワイトアルバム2 2012年アクアプラス、どうもアレアンです。さあ前回の続き、千秋ルートやっていきたいと思います。千秋と一晩寝た後の話だよな。ベーコンの油が染み出してきたのを見計らい、フライパンに卵を2つ落とす。油の跳ねる音に卵が焼き固まる時の音が加わり、あたりにも香ばしい匂いが漂っていく。オーブントースターは赤く染まり、こちらも2枚のパンを焼き上げていき、冷蔵庫に残った野菜はボウルに盛られていく。おはよう千秋。どこかの誰かの丸気な寝息を聞くと、嫌が上にも今の自分の状態を認識せざるを得ない。痛いはずなのに、実際痛いのに、それでも俺いつも通りだ。今までのこんな日はこんなじゃなかった。普通でいることに必死だった。いつもの自分を守ろうとして泣きそうな顔して歯を食いしばってた。何より眠れなかった。それが今朝はいつも通りの時間に起きて、当たり前のように目覚ましのシャワーを浴びて、何事もなかったかのように朝食まで作ってる。量だけはいつも通りじゃなく2人前けれど、そこまで気が回るところがいつも通り。泉、こいつのおかげなんだろうか。おい泉、刹那となんかあった時は、だいたい春樹は泣きべそかいてへこんでましたからね。泉の肌に温めてもらったから、特別なことをしてもらったから、もしかしたら全く同じ時間に違う人としていたのかもしれないことを。そろそろ起きろっての、餌の時間だぞ。寒いよ、エアコンつけてよ。千秋もいつも通りだな。どれだけボタンをかけ違えた末に今俺はここにいるんだろう。ダメ、電気代もったいない。春樹寒くないの？そんな薄着で。全然、シャワー浴びたばかりだし、それにこうして動いてるし。料理は運動とは言わんけどね。いや、今となってはどっちだったのかはわからない。体以外は？寒くない。的確な質問。今がかけ違えているのか、今までがかけ違えていたのか。そっか、じゃ、おはよう。服着ろ、だから寒いんだ。そんな俺の迷路に陥った思考を嘲笑うかのように、泉はうんと伸びをすると、何もつけてない白い肌を晒した。千秋のおかげで春樹はだいぶ救われてるよね。なあ、今日これからどうする？どっか出かけるなら一緒に出るか。雪も溶けてるみたいだし。出かけなさそう。今日だってイブではないけれど、まだ立派なクリスマスだ。だから町まで出てデートらしきことをして、食事して、でそのまま駅まで送って、ご飯食べたら寝る、毛布にくるまってあったかくしてぐっすり寝る。そんな感じしたわ。またかよ、お前一体どれだけ寝る気だ。だって寒いんだもん。厚着しろ、そんな格好じゃ寒くて当たり前だ。エアコンついてないクリスマスの日の格好じゃないですもんね。俺の部屋に来るといつもそうしてる。キャミソールとミニスカートの軽装。意地でエアコンをつけない俺も俺だけど、見てるだけで寒くなってくる。そんな格好をする方にも問題あるだろう。そうだ春樹、服貸してよ。これ以外は外出用しか持ってきてなくてさ。外出用ってのはサンタのこと？普段からあれを着て外出するのかよ、お前は。やっぱりそうみたい。あのサンタのミニスカートも寒そうだった。あの時泉の太ももは冷え切っていて、
朝から思い出すな。服が外出用しかないならなおさら外に。いや、お前な、外なんて絶対や。疲れてるんだもん。ゆうべ春樹にあんなに激しくされてさ。そこで黙っちゃうんですね、春樹。普段の饒舌はどうした？春樹こそよくそんなに元気だよね。私以上に動いてたはずなのにさ。茶化し方が下品。バイトが遅くなって始発帰りになってもいつも同じ時間に起きてるから俺。とにかくそっち方面と関係ない受け答えで、トーストを飲み込むふりで声の調子を抑えて、動揺してるってバレてても絶対にそれを認めない態度で。私はダメだ。普段でさえ8時間は寝ないとやってけないのに、それが昨夜は。どんだけやってたんだこいつら。お前な、そんなにだらけてると春樹が困る？もしかして帰れって言うつもりだった？いつまでもまとわりつくなって言うつもりだった？さすがに一晩過ごして次の日の朝にそれは言えんでしょう。お前もしかしてまた親と？以前一度だけポツリとこぼした母親との軋轢、泉が俺のそばにいるのはもしかしたら俺だけの問題じゃなくて。別にどうしても帰れって言うなら帰るよ。春樹が決めない。縁起臭いんだよな。なんて俺の責任逃れな理由付けは一瞬で蹴っ飛ばされてしまう。こいつがここにずっと俺のそばにいるかどうかはただ俺のだけの都合で決めろって。どうする？どうするって、それは。なら俺は早く自分を取り戻さないと。こんなぬるま湯の中にいつまでも浸かってないで、これからの俺の進む道に向き合わないと。だって俺の周りの景色はもう取り返しがつかないほどに変わってしまったんだから。にしろ。ん？勝手にしろって言った。勝手にしろって実際に聞いたことないわ。なんて俺の都合だけで決められるか。昨日こいつにしたことを、こいつに求めたものを思うと無理に帰れなんて言えない。言えるわけがない。ういやつめ。絶対茶化されると思ったよね。そういう態度やめろ、バカっぽい。いいさ、どうせ 2,3 日したら飽きて帰るだろう。それまでこいつの好きにさせてやる。こいつが今ここにいるのはどう考えても俺のせいだし、しばらくは泉の気まぐれに付き合ってもいい。じゃあ早速一緒に寝よ、春樹。おいで、防寒具くん。人の言うことを少しは参考にしろ。じゃあ 2,3 日したら俺はこいつをあっさり追い返すことができるのか。できないよね、多分春樹には。これは何？お昼ご飯？晩ご飯？なんて言ってる間にあっという間に夜。泉は本当に朝食後すぐにベッドに潜り、本当にあっという間に眠ってしまった。うわぁ、なにこれマジ？俺は来客を放って外に出るわけにもいかず、なるべく音を立てずに部屋を掃除して、なるべく音を立てずに夕食の準備をして、なるべく音を立てずにのんきに眠る泉の寝顔をぼーっと眺めてた。なんで気使ってるんでしょうね。やっぱ今日は特番ばっかだね。ちょっと飽きる。年末だもんな。泉が目覚めたのは夕方になってから。冷蔵庫の残り物だけで作ったカレーが出来上がる頃、その匂いにつられてフラフラと起き上がってきやがった。千秋らしいね。つまり俺たち二人は今日一日本当に一歩も外に出なかったことになる。春樹、こっちおいでよ。洗い物終わるまでちょっと待ってろ。そんなの、次に食器が必要になった時でいいじゃん。めちゃくちゃぐうたらなセリフ。
普通の1日以上に無駄に過ごしてしまった本当なら2人で過ごすクリスマス。いつもならなんという時間の無駄だなんて憤慨と後悔にまみれていたかもしれない1日けれど、たく怒りっぽいのは口だけ。俺は洗い物の途中で蛇口を止めてブツブツ言いながらも泉の対面じゃなくすぐ隣に座る。こんな千秋のことも結構気に入ってるんですね、春樹は。ザイス来た。おい。そして泉は俺が寄り添ってくるのを分かっていたかのように、いや当然分かっていたんだろうけれど、俺の胸に背中を預け、その柔らかさと体温を伝えてくる。昨日と同じように。あ、春樹の手冷たい。そりゃ今まで洗い物してたし。お湯使おうよ。もったいない。水でも十分汚れは落ちる。ほんとケチだね、春樹は。主婦みたいですよね。生活費自分持ちだからな、基本的に。もうちょっと自分に優しくなればいいのに。俺の両手を掴むと自分のお腹にあてがい、両手で包み込んでさすってくれる。こうなると当然俺が泉を背中から抱きしめる形になり、俺たちは夕べみたいに密着していく。背中はあったかいけどお腹は冷たい。どうしたものか。防寒具にはなりきれてないですよね。どうしてもこうしてもあるか。泉が勝手にしてることだろ。テレビつまんないよ、ハルキ。ゲーム機とかないの？そんな贅沢品なんか持ってるわけないだろ。そっか、じゃあ仕方ない。ゲーム機を贅沢品って思ったことないですね、私は。諦め早いか。ま、こうしてられれば退屈でも構わないし、このままゆるゆると過ごしますか。だから勝手にしろ。自然とイチャつくよね、この二人。テレビからは相変わらず退屈な音波が垂れ流しにされてる。窓の外は夕べとは打って変わって、この明るい街でもいくつか星が見えるほど晴れて、そして澄んでいる。部屋の中はカレー鍋の熱の残りで、寒いながらもほんのりとだけ暖かい。でも外の寒さとの比較はできない。今日は一度も外の寒さを経験していないから。ずっと泉が用意してくれた自分の場所に、外からの刺激が何もないところに逃げ込んでいたから。リンゴでも向こうか。いいよ別に。そっか。かじかんでいた手が泉と重ね合うことにより、じわじわと感覚を取り戻していく。昨日も何度も顔を埋めた泉の髪にさりげなく唇で触れ、胸いっぱいにその香りを吸い込む。ついさっきシャワーを浴びていた泉の髪は俺の安物のシャンプーを使ったはずなのに、嗅ぎ慣れないいい匂いがする。髪だけでなく俺の石鹸を使ったはずの肌も。ハルキはこういうの好きですよね。お茶入れるか。だからいいって。働くな、ハルキ。いやけど落ち着かなくてさ。泉とくっつき合ってるからだけじゃなく、こうして何もしていないことがいつもせわしない俺の焦燥感を煽る。こんなことをしていていいのかって、こんな平和すぎる時間を過ごしていいのかって。いいんじゃないですか、たまには。昨日のひどい過ちと今の状態のゆるさがどうしても噛み合わないから。だから考えるな、何もするなっての。でもそんなんじゃ何も変わらない。変わるよ。春樹が何もしなくても時間が何かを変えることもある。どこにも出かけないのも、春樹に何もさせようとしないのも、千秋の優しさの一つなのかもしれないな。時間だからさ、今は何もせず何も考えず、時間が解決してくれるのをじっと待つの。そんなはずない。そんなことあるわけがない。結構そんなことあるよ。だって俺たちの3年間は何も解決してくれなかった。お互いちょっとずつ会うからですよね。
何も消してはくれなかった。何も直してはくれなかった。それはさ、春樹が休んでなかったからね。休む？普通さ、風邪ひいた時とかってゆっくり寝て何もしないで薬飲んで、そうやって体が治るまでじっとしてるよね。それはそうだけど、だから今もさ、ゆっくり寝て何もしないで薬飲んで。薬って、失恋を風邪に例えるやつ初めて聞くわ。これが薬なんですね。やっぱり自然とイチャつくよね。俺の腕の中で少しだけもぞもぞしていた泉が振り向くと、いきなり唇を重ねてくる。そして泉が唐突に口を離すと、チュポッと空気の抜ける音がした。ほら、水薬。お前絶対茶化すんですね。俺の口の中に残していった唾液が二人の間をつなぐ。毎食後30分以内に服用ください。副作用ないんだろうな。もちろんあるよ。深刻な禁断症状が出ます。最悪だな。そうやって人には適当なことばかり言って、結局自分は何もしない。お調子者の口をまた塞ぐ。じゃあ俺が何もしなかったら、料理も洗濯も掃除もお前がやってくれるのか？それはさ、たまにやる分にはいい気分転換になるよ。いい加減なことばっか。って、料理に洗濯に掃除？俺、こいつを何日ここに置いておくつもりだったんだ。ねえ、春樹。春樹もどっかでずっといてほしいと思い始めてるって感じでしょ？この言い方はずるいな。気まぐれで頭を撫でると、我が家を得たりとばかりにニヤニヤ笑う泉がムカつく。俺のが背中に触れるだけでまたケラケラと笑う。ち、あ、き、ちあき。うん。あまりにも腹が立つから黙らせてやらないと気が済まない。12月26日。何もしないで家の中で一日過ごす春樹って初めて見たかもしれないですね。珍しく部屋の電話が鳴っていた。携帯じゃなくてこっちに連絡があるなんて、一体いつ以来のことだろう。ああそうか、一昨日から携帯の電源切ってたっけ。11時。めっちゃ寝過ごしてんな。堕落していってますね。枕元の時計は本来の俺の起床時間とかけ離れたところにまで単身を運んでた。カーテンを閉め切っていたから全然気づかなくて、いやそんなのはいつものことだ、言い訳でしかない。どう、ちょ、おい、足。俺の足に絡みついていた柔らかなふくらはぎをほどいて、ノロノロとベッドから這い出る。俺の体はお互いの体温で温め合っていたせいか、ベッドの外の冷たい空気が気持ちよく感じるくらいにほてっていた。もう一人の寝ぼすけは俺という暖房器具を引き剥がされたせいか、しばらくむずがっていたけれど、毛布をかぶるとすぐに安らかな寝息を立て始める。そういえば昨夜俺は何時まで起きてたんだっけ。いや、何時まで千秋と寝てたんだっけ。毎晩やるつもりかな。
誰から電話でしょ。どうした。どうしたじゃねえだろ。お前一体今までどうしてたんだよ。竹谷でしたね。千秋を起こさないよう電話機ごと洗面所にこもり、受話器を耳に当てた瞬間飛び込んできたのは、ナンバーディスプレイからも状況からも十分予想できていた竹谷の土星だった。どうしてだって。こうして部屋にいたけど携帯全然繋がらないし、こっちの番号にだって今朝から何回かけたと思ってる。そうなのか。悪い、爆睡してたらしい。本当か。お前がそういうのを聞き逃すほど寝こけるなんてにわかには信じられねえけどな。そうかもな。俺も信じられない。いつもなら真夜中だろうが徹夜明けだろうが必ずワンコール以内に目が覚めていたのに。お前やっぱ何かあったのか。何かって何が。頭がいつもみたいに緊張してないせいなのか、千秋の言う通り心も体も休めていたからなのか。何がじゃねえだろ。せつなちゃんとのことに決まってる。連絡つかないから心配だったってことですよね。ああ堕落したからなのか。あったんだろ。イブの夜せつなちゃんと約束したんだよな。あんなに大きくて激しかった時間の流れがもう随分と昔のことのように感じる。俺の気持ちが動いたとかそういう問題じゃなく、ただ今の俺があの時間軸とつながってないような、そんな覚醒感でいいのかな。覚醒の感みたいなことでしょうね。世代が違うってことかな。ホテルだってチェックインしたんだろ。朝までずっと一緒だったんだろ。途中で追い返されたんですよ。さあさあなって。お前本当なら今の俺は開口一番こう言わなければならなかった。よくもはめてくれたな竹谷って。本当の怒りによるものでも照れ隠しによるものでもどっちでもよかった。そのどちらでも正解だったのに俺は間違えた。実はさ、昨日イオンがセツナちゃんに連絡取ったんだけどな。この感じだったらセツナも誰にもまだあの夜の真実は伝えてないってことかな。そっか。連絡取れたんだ、ちゃんと話できたんだ、よかった。連絡取れただけで安心なんて自分の状況を棚に上げて、よくもまあそんなこと思えるな俺。なんでもない、何もなかったって。それしか言わなかったんだって。まあそれが真実の全てであることは間違いないよね。本当は何があったんだ。もしかして俺余計なおせっかいを。そんなことないよ竹谷。こうして今も心配してくれる親友たちに恨みはない。あるわけがない。刹那の言った通りだよ。ただ何もなかっただけだ。それって今まで通り何も変わらないってことか。それはどうだろう。何の進展もなかったってのはいいとして、何も壊れてないんだなお前たち。それもどうだろう。そうだ、今までと変わらない。何一つ変わったことなんかない。なあ春樹、やっぱ今から会えないか。なんか話しててもお前元気なさそうだし。ちゃんと飯食ってるか、寝てるか。ほんといいやつですよね竹谷。大丈夫だって、カレー作り置きしてあるし、今だってずっと寝てたんだし。直接会ってみないと安心できねえよ。今からそっち行ってもいいだろ。今から。洗面所のドアを少し開き、薄暗い部屋の中を覗き込む。ベッドから白い太ももが一本だけ覗いてる。あいつ一人だと寝相悪いな。ついでに何か食材買ってくから、また鍋やろうぜ鍋。イオにも連絡してさ。そういうわけにはいかないよな。ダメだ、来るな。ハルキ、今夜からゼミのスキー合宿なんだ。夕方からうち開けるんだよ。その嘘は
とっさに口から出た。東区？そんな話初めて聞いたぞ。そりゃそうだろ、初めて話した。先週急に決まったんだよ。ベッドからだらしなくはみ出た足やもぞもぞと動く毛布を見ていたら、いつの間にかまた嘘を重ねてた。急すぎんだろそれは。ありえねえ。決まったのはもっと前だったんだけど、俺がそれを知ったのが先週の打ち上げの席で。だいぶ苦しいよね。自分でも苦しいなって思うけど、もうこの継ぎはぎだらけの言葉を引っ込めるわけにもいかない。だからしばらく電話もつながらない。山奥のロッジだし、朝から晩までスキー漬けだし。いくらなんでも無理があるぞ春樹。お前だったら絶対に信じないだろそんなの。竹谷は春樹がこう言ってることを今は会いたくないみたいな意味に解釈してるのかもしれないですね。誰のためでもない。ただ俺が一番痛い場所を守るために。ごめん竹谷、そろそろ出かけないといけないから切るな。お前さっき出かけるのは夕方だって。ごめんな。本当にごめんだわ。本当に本当にむちゃくちゃな嘘だってわかってるけど、俺嘘下手なんだよ昔からさ。ただいま留守にしております。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。留守電にしやがった。留守電をセットして、これでもう俺は旅の空の人になった。携帯の電源も切ってある。誰も俺を捕まえることはできない。俺が部屋の外に出ない限り。竹谷と伊代のことだから春樹の部屋まで来そうだけどな。電話誰からだった？起こしちまったか、悪い。そんなのは別にいいよ、春樹の部屋なんだしさ。新聞の販売店から、よくある勧誘だった。なんで千秋にまで嘘つくかな。さ、そう。もう起きる？どうせ眠いんだろ、まだ。まあね。俺もこの格好で電話してたから寒くなってきた。なら、おいで。おいでも何も、俺のベッドは。うわ、本当だ、冷た。当たり前だ、冬だから。だからエアコンつければいいのに。いらない。どうしてよ。ここは暖かい、それで十分だ。なんだよ、俺何か変なこと言ったか。温めてあげるね、アルキ。千秋を喜ばせちゃいましたね。本当にごめんな竹谷。でも大丈夫だって、そんなに心配しないでくれよ。俺はなんとかこうして元気にやってるからさ。刹那の言う通り、そして俺の言う通り、俺たちは今までと何も変わってないんだからさ。だってとっくに終わっていたんだから。千秋は春樹の言葉が嘘だって分かってそうな雰囲気でしたね。12月28日。ずっと千秋は春樹ん家にいるのかな。春樹、ご飯できたよ。普通にいてるな。はい、ということで今回はこの辺にしておきたいと思います。さあ千秋ルート入っていきましたけども、ずっと千秋がクリスマスの夜から春樹ん家にいっぱなしですね。二人ともバイトとか大丈夫なのかな。大学は冬休みだから行かなくても大丈夫なんだろうけど、年末年始にバイトとかしなかったのかな、シフト入れてなかったのかが心配ですけど、まあ千秋の場合はその辺マイペースにやってそうだからな。自分の興味あることができたら普通にすっぽかしそうな子だもんね。はい、ということで二人の半同棲生活みたいなのが突然始まっちゃいましたけども、竹谷の心配も裏切って、このまま二人でどうなっていくのか次回続きを見ていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。